と畑で採れたスベリヒユです。採れたといっても、まあ、雑草みたいな野草ですね。野草ですので別に種をまいたわけではないのですけれども、なんかすごく美味しいらしいのでいただいてみます。うん、歯ごたえはちょっとぐにゅっと感じで、ちょっとした甘み、じゃがいもみたいな甘みがあって、そして酸味がピリッときますね。ちょっと味が足んない感じがするので、このつゆの素をかけてみます。今つゆの素をかけてみたところです。よいしょ、いただきます。うん、これはまたこれで美味しいですね。ちょっとこうぬるぬるした感じが口の中にあって、酸味と歯ごたえのザクザクした感じとぬるぬるした感じが、もう3つがすごく美味しい感じがします。本当にね、畑にいっぱい生えてくる雑草なんですけど、まあ雑草とか野草なんですけど、雑草を止めれば雑草、雑草だし、こうやって食べてしまえば野草ですよね。本当にこれ食べてみてよかったなと思います。以上、スベリヒユを食べてみました。でした。